さあ今日はですね、うん、こちらでございます、21歳命がけドミノさん絶対あかんやつ送ってくれるんですよ、この肉の仕事ドミノさあ金田先生教えてください、はいはい、高速で回転している自転車のタイヤを素手で止めるのは痛いですか。ちょやめろってそれ、それあかんって。でも上がっといた方がよくない？いや痛いよ。いやそれはどれぐらい痛いかっていう話。あんま痛くないかもしれないし。そ痛いのは分かってる。それ分かってる、ある程度痛いよ、はい、それは、うん、動いてるものをバッて手止めないから、それは摩擦の働いてるわけだから。マジかよ。でも本当大事よ、そんな。なんかチビちゃんとか遊んでてこうやって触って、うん、これでこうズリズリっていく可能性もあるよ。いや可能性あるよ。じゃあね、ズリズリっていくよ。いやそのズリズリってほんまに、じゃあ大人はいいけどお前、うん、子供とかズリズリってなったらもう大変なことよ。まあな、うん、はい、それはお前の子供とかが、うん、そのままさせられへんよ。そらさせられへんな、うん、でもこれは知らない。やる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 うるさい、もうやるわ。毎日俺やるから、うん、俺やるって決めたらやる男やから。何や、なんでフンって言ったの今のテーマ。何やあなた。ええからやれや。やるって決めたらやるんちゃうんかお前も。この何やなこの人。いいかと思い回して、はい、この感じよ。でバーンな。そう、オッケー。あーこれやばいわ。あー怖い。これだから金、もうちょっとさ、うん、ちょっと止めて、はい、ここから行ったらいきなり絶対こういくから。もう こんな辺ちゃう、うん、じゃあ僕はいって言いますね。足離したらマックスもうマックスピードで出たら、はい、はいっつって足離す。わかりました、いきます、はい、じゃあもう一発勝負よ。一発勝負、よし来い。高速で回転してる自転車のタイヤを手で止めたら痛いか。はい、いきます。はいはいで回転してる自転車のタイヤを手で止めたら痛い。はい、なんか変な怪我もする。二次災害も起こる。じゃあ今な、いや痛くても痛いわ。膝が痛いのね。結局膝が痛いし 100% これ巻き込まれますね。そっちに気ぃつけなかったよ。擦る痛さじゃなくて、もう指先が痛い。これ巻き込まれた後ね。ああなるほどなるほど。この指、うん、確かに黒なってますね。そうそう、これがこう来た瞬間にスローでいくと、もう一瞬でここに巻き込まれてるから、うん、で痛すぎて動きでごまかそうと思って走ってジャンプしたら重くそくで膝強打したっていうね。どこが一番痛いの。一番痛いのは膝です。誰が